影山太郎は、日本の裁判官、元検察官。2018年1月24日より、横浜地方裁判所、横浜家庭裁判所の裁判官を務める。第45期司法修習生。横浜地方裁判所、第3刑事部に継続した、刑事裁判において裁判長を務めた影山は、2021年9月27日、後半前、 整理手続き期日の開始直前に、いつものように持参したノートパソコンを法廷内の電源に接続して使用しようとした弁護人、高野隆に対し、皆さんだけに電気の使用を許すわけにはいかないので、国の電気ですから、指摘とか仕事上かもしれないけど、自前の電気でやってください。そのように各地の裁判所でもしています。後半前、 整理手続きで電気を使うのは筋違いだと思います。と述べ、法廷内の電源の使用は許されない旨の注意をした。影山は、弁護人から、その注意は裁判長の訴訟式権に基づく処分で、あるか否かと問われ、これを肯定した。そこで、弁護人は、刑事被告人が弁護人の援助を受ける権利を侵害する意見かつ、違法な処分であるとして裁判長の処分に対する、 異議を申し立てたこれに対し、影山は、弁護人に対し、法廷の電源の使用は許されない旨を改めて、告げた。これを受けて、弁護人は、東京高等裁判所に広告を申し立てた。東京高等裁判所は、2021年10月6日、上記のやり取りは、後半前、整理手続き期日の開始前にされたものであって、 裁判所が作成されていないことを理由として、そもそも広告の対象になる裁判所の決定がされていないという理由で弁護人の広告を棄却した。ただし、東京高等裁判所は、当該棄却決定において、影山の発言は裁判所による決定がされたとの誤解を招きかねない点で不相当であるとも指摘した。ありがとうございます。